優雅で感傷的な日本野球は高橋源一郎が著した長編小説。雑誌文芸に連載された後、新しい構想のもと大きく書き改められて1988年に出版された。同年に第1回三島由紀夫賞を受賞している。断片的な7つの章で構成されており、野球における言語論的展開がパロディやパスティッシュを駆使して軽やかに描かれている。僕はあんなによくボールが見えるのに、どうしても打つ気がしないんです。打てるのはわかってる。でも、バットが出ない。バットを握った腕がこわばってしまうんです。失礼だが、あなたは奥さんを何と呼んでおられましたっけ？キャッチャーです。高橋源一郎。優雅で感傷的な日本野球。河出書房新社。1988年 P87 各章は独立しているように見えるが、バースに焦点を当てて系列化すると、阪神タイガースを辞めたバースが、図書館に通い野球のことが書かれた言葉を集め始める小説と読むことができる。とはいえ幻想小説としての優雅で感傷的な日本野球においては、この系列もまた7章に登場する劇作家の創作物である可能性は残る。優雅で感傷的な日本野球は固有名と用語という身内だけに通じる言葉で溢れ返っている野球が滅びて死語になった世界で、バースは野球に関する言葉を図書館の本から集めることによって野球を再現しようとする。ここでは野球=言葉であり、真の野球に迫ろうとする行為は言葉を探し求め、切り張りすることに他ならない。野球はあらゆるところに見出され、すべてが野球に置き換えられる。セックスから人間関係から経済学から言葉遊びまで、およそありとあらゆる事項が、野球=言葉のうちにはあり、その外部には何もない。野球は言語システムに等しく、それ自体が現実であるという意味で、この小説はいわば野球における言語論的展開を成し遂げている。一方で、高橋源一郎一流のパロディやパスティッシュに反して、作品自体は退屈だと、福田和也は言う。しかし吉本ばなな、キッチンや山田恵美、風葬の教室、中沢真一、虹の理論などと並んで、第1回、三島由紀夫賞の候補となった、優雅で感傷的な日本野球は、報復絶倒、笑いが止まらないと評した、江藤淳らに押されて受賞作となる。江藤はまた、この作品が単に軽快な言葉によって書かれた、日本の中の野球ではなく、反対に、日本野球に全てが吸い込まれ、日本野球という言葉=記号に現代日本のあらゆる事象が集約されている点に鋭い批評意識があることを評価している。作者の高橋源一郎は富岡妙子との論争において、この小説における内輪の言葉の多様、そしてその内輪の意味が拡大していく点に批評性を持たせたと語っている。高橋によれば民主主義をはじめとするイデオロギーに染められた不調で語られている政治談義や新聞雑誌だけが内輪の言葉を使っているのではなく、小説こそが小説らしさを再現するだけの自閉的な言葉で書かれている。新聞や政治の言葉とは違った意味で、もっと巧妙に、だがもっと悪質に、詩や小説は内輪の言葉を使っているように見えました。僕はどんな内輪の言葉遣いにも我慢ならなかった。だが、内輪以外のどんな世界の内輪にも属さない言葉があるだろうか。中略、純文学という名の内輪話。確かに、その小説に使われている言葉は、僕の使う言葉ほど内輪でも自閉的でもないかもしれない、あるいはずっと豊穣なのかもしれない。だが、僕にとっては、その傲岸なナイーブさ以上に、内輪なものは存在しなかったのです。高橋源一郎。内輪の言葉を喋る者は誰か、文学がこんなに分かっていいのかしら。福武文庫、1992年309ページ。高橋も自閉的でない、清涼で豊かな、そして自由な言語の世界を夢見るのだが、そこには内輪の言葉によってしか近づくことができない。しかし、内田樹の言うように、内輪の言葉であることを自覚しつつ、内輪の世界を語ることができるのは、文学の特権ということができるかもしれない。高橋源一郎、後書き、優雅で、感傷的な日本野球、河出処方新社、1988年、P264、高橋源一郎、優雅で、感傷的な日本野球、河出処方新社、1988年、P85 ハット ABC 中村美春、高橋源一郎、優雅で、感傷的な日本野球、世界そして、日本の現代幻想小説の読み方101学等、社、1996年ピアニッシモ、170から171、中村美春、高橋源一郎、21世紀を開く、現代の作家、ガイド100学等、社、1999年ピアニッシモ、102から103、福田和也、作家の根内靖香新社、2000年、B180、江藤敦、文学の現在、河出処方新社、1989年、P173、江藤敦、後世かしこまるべし、新潮社、1988年7月号、ピアニッシモ、7から8、高橋源一郎、内輪の言葉を喋る者は誰か、文学がこんなに分かっていいのかしら福武文庫。1992年ピアニッシモ308から311、高橋源一郎全景書 P311、内田樹、比較文学とは何か1999年。ありがとうございます。